3% 硫酸を加えます。うめえな。皆さんこんにちは、一岡元気です。本日はですね、ジャンプさんの公式 YouTube とですねコラボをいたしまして、カルピスを作りました。でですね、本番やる前に予備実験ということで何回かね実験をやるんですけど、せっかくなのでね撮影しまして皆さんにお届けしようかなと思います。材料はこちらです。まず牛乳の代わりにヤギミルクを使います。レモンを加えて酸味、そして今度はですね甘みが足りないんですね。なので砂糖、ガムシロを作ろうと思うんですけど、どうやって作るかっていうと、小麦粉の中にはグルテンっていうタンパク質と、あとデンプンとかが含まれてますね。でデンプンを分解してあげるとブドウ糖ねなるんですけど、その分解させるためにこちら硫酸でね、硫酸加えたままだとね簡単に歯が溶けちゃう、糖ができちゃいますのでね、それをね中和させて無害なものにするために毒重石、炭酸バリウムっていうねかなりの毒なんですね。さあこれらを使ってカルピスができるかやってみようと思います。ヤギミルクってどんな味なんだろう。おお、うまい。癖が全くない。でこれをね、ヤギミルクをどうやって温めるか保温するかっていうんですけど、こちらは使いません。これ僕が買ったまんま家ですげえ本当に文字通りホコリをかぶっていて全く使っていない新品なんですが、こんなものは使いません。こちらを使います。殺菌ヤギミルクヨーグルトになるかやってみましょう。殺菌されている場合はこのまま温めるんじゃなくて菌を入れてあげればいいんだから。ちょっとねプレーンヨーグルトで種を入れてあげて、よし、でこの中でヨーグルト菌を増やしてヨーグルトにしましょう。40度から45度くらいでね、12時間くらい保温しておきましょう。さあ次はですね、こういうガーゼに小麦粉を入れます。これをお湯にこうつけて揉み出します。はい、そうするとね白いの見えましたでしょうか。これがでんぷんですね。はい、これでねでんぷんが取り出せました。これがですねでんぷんである証拠に、こちらですね、ヨウ素でんぷん反応、小学校でやったことあると思います。でんぷんとこちらヨウ素液ですね、ヨウ素液に入れると青紫色になると。さあなるんでしょうか。いきます。はい、青紫色になりました。こちらねでんぷんが抽出されることが分かりました。でんぷんはブドウ糖、グルコースがねいっぱいつながったものです。だからねこれぶった切ってあげて、もう一つずつのねグルコースブドウ糖にしてあげると、めちゃくちゃ甘い糖ができるわけです。それをねどうやって切断するかっていうと、こちらを使います。硫酸で加水分解してぶった切ってあげればグルコースブドウ糖ができるということです。ではですね、取り出したでんぷんを90度くらいにしておこうかなと思います。まずねこの状態ですね、この状態のでんぷんは、おお、青紫色になります。こちらに 3% 硫酸を加えます。10分待ってみましょうか。見てみましょうか。はい、全く分解されておりません。全然ダメそうなんで、もう硫酸の中にでんぷん入れちゃいましょうか。 3% 硫酸の中にさっきのでんぷん乾燥させたやつを入れると、入れてみましょう。お、え、もうヨウ素でんぷん反応が起きないってことはでんぷんではなくなったってことなんでね、甘ければ糖になってますからね、わかりますからね。やってみましょうか。ちゃんと加水分解されましたね、でんぷんが糖に。さあこれ自体がもうガムシロではあるんですが、このままね飲んじゃうとすごい酸なのでね、中和して無害にしていこうと思います。 pH 試験紙
これでちょっとね、pH を見てみようと思います。いくつでしょうか。おお、1ですね。pH1。こちらね、pH1 ということは酸性ですね。なのでアルカリ性のものを入れて中和していけばいいわけです。ただね、今の日本だったらね、水酸化ナトリウムとか重曹とかね、いろんな中和させるものあるんですけど、ストーンワールドね、何もないですから。こちら、かっこいい白い半透明の石ですね。毒獣石というものです。その名の通りね、毒があります。ここに入ってるね、炭酸バリウムはね、猛毒ですのでね、この毒を硫酸に入れて中和していこうと思います。ここに入れます。うわ、簡単に崩れた。危ない粉ができました。じゃ入れていきます。これはおお、相当ほど遠い気がしてきたよね。まだまだね、相当ほど遠いそうなのでね、この薬品使えますか。ちょっと計算してみましょう。 16g くらい入れると中和できる感じか。じゃあもう少しだな、もう少し入れてみましょう。じゃあね、入れてみますね。おお、これ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 、中和してる感じですね。はい、じゃあ見てみましょう。おお、おお、これちょうどいいくらいに中和されてますね。最後ちょっと重曹を入れてね、微調整はしましたけど、できましたよ。これで安全なガムシロになっているはずです。これちょっと遠心分離かけて分けよっか。試験管に入れます。よし、スタート。2500回転くらいで5分くらい回そうかね。さあ、止まりました。どうなってるでしょうか。おお、できてるじゃないですか。硫酸バリウムが下に溜まって、おお、これがガムシロになっているかということですね。舐めてみましょう。うわ、あんま、おわ、あんま、ということでね、ガムシロが完成しましたと言いたいとこなんですが、もし少しでもね、炭酸バリウムが残っていて大量に取っちゃうとね、死亡の恐れがあるらしいので、こういう実験やるときには大体安全データシートっていうのを見ながらね、実験やるんですけど、人の致死量57mg/kg、炭酸バリウムとか残ってるとやばいのでね、普通のガムシロを用意しました。さあ、ではね、ここからは安全に作っていきましょうか。使うものはこちら、ヨーグルトになった牛乳、そしてレモン、そしてガムシロップ。まずですね、これですね、45度で2日間置いておきました。うん、匂いがヨーグルト、ヨーグルトを入れます。で、ここに企業さんがね、作ってくれた安全なね、シロップです。これを入れます。そしてレモン絞ります。そしてね、ちょっと酸味を加えました。うまっ。ということで、カルピスの原液の完成です。うめえな。あ、来た来た、マジでカルピスだこれ。はい、ということで、めちゃくちゃ美味しいカルピスができました。ということでですね、今回ね、ジャンプさんのコラボのね、お話があったので、予備実験としてやりました。実際にね、ジャンプさんの方のチャンネルでですね、これの本番の方ね、出てますので、そちらの方をぜひね、ご覧いただければなと思います。これからもですね、日常の好奇心をくすぐるような科学でいろいろとね、実験をしていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。